今回紹介するのは「すくすく空豆マイペース赤子のあるある成長期」という本ですこの子は8割がたうちの子と同じタイプだなというあるあると体型や言葉とか成長タイミングとか違うとこもたくさんだな少し楽になってきた今言える新人ママパパに言えるアドバイスは まあそのうちなんとかなるよ今は死ぬけどなそれはどうしようもないので諦めるか発想の転換とかで自分を洗脳するかして耐えてくれちなみに乳児幼児になるまでの間の大抵の問題は睡眠で解決すると分かったただ一つ問題があって寝れないんだよねツイッターでお見かけしてから大ファンになり LINE スタンプも購入し 夫との間でスタンプ乱用しております。もうひろぼうかわいくってかわいくってうちの子も髪のけチちんクリーンなのでついつい見てるなあかわいいなあと目出ておりますうちは今6ヶ月なので子育てのあるあるそしてこれから起こりうることが盛りだくさんにかわいらしく描かれていてとても楽しめました早々に第2弾も欲しいなあと思っております以上。 興味のある方は実際の商品を Amazon などでご確認ください。今回は最後までお付き合いありがとうございました。よかったらチャンネル登録をお願いいたします。